こんにちは、山岡純一郎の日本の崖っぷち。もう関東大震災から100年を迎えます、この機会に東京がどうなっているのか、あの時東京がどうなったのか、皆さん何を考えて復興したのかということも含めて現地ルポを合わせてお届けしたいと思います。山岡さんです。よろしくお願いします。なんかあちこち暑い中回っていただいて、いや暑かったですけれども、うん、やっぱり本当にこの100年前にですね、うん、関東大震災が起きて猛烈な火災でですね、大体まあ関東全域で10万5千人ぐらいの死者行方不明者がいるってことになってるんですけれども、うん、その中でもまあ被害が大きかったですね、東京の下町地区、蔵前の橋ですとか、うん、その橋の向こうのですね、元陸軍の被服廠跡地で、今都立横浜公園という、まさにこの関東大震災で亡くなった人、あるいはその後の第二次大戦の戦災によって亡くなった人、こういう人たちをですね、まあ鎮魂している、うん、そういう場所がありまして、そういうところへ行ったりですとか、あるいは帝都復興計画っていうのが当時立てられるんですけれども、うん、それによってですね、どういうふうに東京の街並みが変わっていくのか、うん、その一番具体的な形として、例えば東京の東銀座のですね、まさにこの歌舞伎座の近く、ここに昭和通りという大きい通りが通って、その通りと晴海通りがですね、こう交差しているところですとか、そういったところを見ながら、まあこの関東大震災後に東京はどういうふうに変わっていこうとしたのか、そしてそこで政治家たちはどんなことを考えてですね、こういうふうな東京の街づくりをしようとしたのか、その辺をこういろいろ今日はやってみたいなと思って。そうですか、はい、じゃあまずはそのレポートを見てください。はい、今ここは蔵前橋というですね、橋の上です。この橋は隅田川に架かっている橋です。そして私の向こう側、背中の方が台東区です。そしてこれから進んでいく方向が墨田区になります。関東大震災でものすごい被害のあったところです。特にこのですね、今この蔵前橋を渡ってちょっと先にありますけれども、今は横浜公園という公園になっていますが、そこは元はですね、陸軍の被服廠という場所でした。被服廠というのは、まあ、いろんな都市にありましたけれども、陸軍の軍服などを作る工場だったわけです。その工場の跡地を公園にしようということで、空き地にしていた状態の時に関東大震災が襲いかかりました。そして関東大震災が起きた時点では、この蔵前橋という橋はかかってなかったんです。ここは台東区と墨田区の間をですね、富士見の渡しという渡し船が行ったり来たりするような形でなってました。ということは、ここに来たですね、この辺りで被災した人たちは、まさにこの隅田川の川岸のところでもう行き場がなくなるわけです。隅田川に飛び込んでそれで溺れるような人もいる、なんとか使って生き延びる人もいる。しかし大勢の人は、さっき申し上げました被服廠のような空き地のところにですね、自分の家財道具を第八車や荷車に積んでどん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 集まってくる。空き地に空き地にということで人が集まってきた。その上にですね、まさにこの猛火が襲いかかるような形で、そこがいっぺんに焼けてしまうという大変な状態になりました。当時の記録として残っているのはですね、焼けるその火災が非常に激しくなって竜巻のような形でですね、ものすごい風を巻き起こす、火災の旋風が起きる、旋風によって火が投げ出されるぐらいの大きな竜巻が起きるわけです。それが起きることによってさらに火の勢いが強くなっていく。記録として残っている範囲ではですね、震災が起きた9月1日、1923年9月1日の夜だったかと思いますけれども、気温が46度まで上がったというような、そういうふうな記録を見たことがあります。いずれにしてもここに橋がなかったがために大きな被害が起きたわけです。なぜここに橋がなかったかというと、江戸幕府はこの隅田川というのをですね、江戸の町を守るための大きな大きな外側の堀のような、そういうふうな意味合いに位置づけて、この隅田川には多くの橋を架けなかったんです。両国橋ですとか新大橋ですとか、もうごく限られた橋しかなかった。
なのでここには橋がなかった。明治政府になってここになんとか橋を架けなければいけないなというふうに議論はされていたんですけれども、それが延ばし延ばしになっていたところに関東大震災が起きて、大変な被害が生じたと。まあ、この横浜地域、墨田区地域あたりだけでですね、3万8000人ぐらいの人が亡くなったのではないかと言われています。ここは横浜町公園です。旧被服廠跡のできた公園です。先ほども蔵前橋のところで申し上げましたけれども、ここで本当に大勢の人がここに集まってですね、生きながら関東大震災後のその火災によってですね、焼けて亡くなっていくという大変な思いをされたところです。その当時どういうふうにして人々が亡くなっていったのか、実はこれ私の本なんですけれども、後藤新平日本の羅針盤となった男という本の中にですね、当時の記録を引用してますので、そこをちょっと読ませていただきたいと思います。生きながら焼かれていく地獄を、婦人公論、大正12年10月号、これはもう震災直後に出た号ですけれども、こういうふうに伝えると、何しろ親父も母親も目の前でじわじわ焼け死んでいくでしょう。キチガイのように苦しに死んでいくのを見ながらどうすることもできないんです。それも一度に焼け死ぬのならまだ思い切りがいいのですが、風が吹いてくるたんびに着物から肌からじわじわと一枚一枚焼かれていくんです。今年16になる妹と2人で2軒ほど離れたところにいたのですが、その両親が2人とも焼け死んだのを見ると、妹はもうたまらるというふうで、焼け死ぬのは嫌だからどうぞ兄さんの手で私を殺してくださいと言うのです。私もどうせダメだと思いましたので、一思いに殺してやろうと思いまして、二の間で妹の喉を閉めたのですが、手に力が入らないので閉まりません。早く殺してよ殺してよと妹はせがみますが、その様子を見ているといじらしくてどうにも力が出ないのです。で、妹の細紐を解かせて、それを妹の首に巻きつけ、今度旋風が来たらもう最後だから、その時はきっと締め付けて殺してやると言いながら待っていたのでした。ありったけの力を出して目をつむって締めることは締めたのですが、帯がすでに焼けていたと見えて途中で切れてしまったんです。風が変わったのかどうしたのか、家族8人のうちその妹と2人だけ不思議に生き残ったのですが、まるで夢のようです。妹と2人で生き残った兄の話、そしてこういうふうな記録も残っています。これはもう少し山手の方の被災地での話です。その泥まみれの浴衣といい、いかにも憔悴しながら興奮しきっているその表情といい、一見してそれは焼け出されたどこかのおかみさんであることが誰にもはっきりわかる30前後の女であった。山手のある避難所のたまりへ来たその女は、そこの人混みに混じってうろうろしていた2人の子供を見つけると、ああいたいたと叫びながら嬉しそうに走り寄ったが、いきなり傍らに落ちていたレンガを拾うと、その子供たちの頭をめった打ちに殴り続けた。女は気が狂ったのであった。子供を殴り殺した母親と、こういうふうな惨状が関東大震災の後にはですね、東京の至る所で繰り広げられたのでした。それからちょうど100年、改めてこの横浜町公園に来てみるとですね、ここはちょうど朝鮮人の方々が虐殺されて亡くなったことを追悼する、記念する石碑の前ですけれども、毎年ここで9月1日にはですね、亡くなられたこの虐殺された朝鮮人の人たちの追悼式が行われます。しかし皆さんよくご存知かと思いますけれども、小池東京都知事はですね、ここ何年もこの追悼式に文書を寄せていません。お悔やみの文書を寄せていません。その理由はどうしてなのかというと、彼女に言わせると、この震災で亡くなった人全員をですね弔う別の法要をしているので、そこで朝鮮人の方々も弔っているので、あえて出さないというふうな言い方をしていますけれども、さてそれで本当に震災の記憶を受け継ぐことができるのでしょうか。改めてこの横浜町公園に来てですね、100年前の事件というのはそんなに遠い話ではないなという感じがします。ものすごい被害ですよね、人的にも物的にも。
そうなんですよね。やはり下町のあの辺り見ていただいたようにですね、非常にこう密集した中で亡くなっていくっていう人が多かった。でしかもあの辺りはやはりこの町そのものが木と紙でできている家の集合体みたいなものですから、燃えやすい上に非常にですね、道が入り組んでいたりだとか狭かったりだとか、あるいは火がちょっと移ってきたらすぐもう可燃性のものがあってどんどん燃えていくとか、そういうところがあった。こういう地域をやはりその命を守る、燃えない地震に強い、どうやって作っていくか、これがやっぱり非常に大きなテーマとしてすぐできるわけですよね。なるほどね。このつい最近もハワイではい大火はいがあはりいましはたけど、あれヘリから撮った写真とか見ると、もう本当に何にも残っていないものすごいそうで大火す災の後ねですよね。はいあんな風になってたってことですよね、そうで多す分。ねでやはりこう印象的だったのが、やはりその火事によって竜巻が起きる、旋風が起きる、そのことによって一気にこう燃え広がっていくっていう、こういう現象はひょっとするとマウイ島やなんかでもですね、やっぱり起きたんじゃないのかなというような感じがしますなるね。ほどね。で、当時の人たち、政治家の人たちっていうのは、このまあすごい災難をどうやって切り抜け、かつどうやって新しい町を作っていこうとしたのかっていうことなんですそうでが。すね。そういう意味では、さっきちょっと申し上げたような、こう込み入ったですね、狭い地域、そして燃えるものだけで作られている町、これを変えていく、不燃の燃えない、しかも燃えたとしても燃え移らない、そういうふうな町にしていこうというふうな方向が出てきてですね、でその一つ象徴的な政策というのが土地区画整理と。これをどういうふうにしてやるかというのが、後藤新平やなんかのですね、この帝都復興に関わっていく人間たちのやっぱり大きなテーマになっていくんですね。都市区画整理って今でも結構やりますけど大変ですよいや、ね。そうなんですよ。結局これは地主さんたちが自分たちの持っている土地のいくらかを出してですね、それは無償で提供して、その代わりそれによってきちっとした道路が通る、あるいは広場ができる、あるいは他のものが川ができるみたいな形でですね、それを改めて自分たちで共有し直そうという、こういう発想なので、まあ所有権をですね、投げ出すっていう一面があるわそけうでですすね。ね。まあそれは大変だったんですけど、ただ当時の人がやりきった、まあ結果として残っているところがあります。そうですそこね。も言っていただきました。それを一つとして、東銀座。今ここは東京の東銀座に参りました。東銀座のですね、私のこの横、ちょうどこの南北に通っているのが関東大震災後に作られた昭和通りです。そして、こう東西にですね、こちら晴海から銀座、日比谷の方に向かってこう通っているのが、これは晴海通りです。そして向こう側に、今はもうビルになり、大きなビルになりましたけれども、手前にこの歌舞伎座ならではのあの屋根の形が見ますけれども、あそこが歌舞伎座になっています。関東大震災が起きるまではこう運河があったり、非常に細かい集落が入り組んであったような場所です。銀座の小引町から、当時は小引町と言いましたけども、小引町から築地にかけてはですね、いわば紙と木でできた木造のうちがですね、こう密集したような集落みたいなものがこう中密に点在しているような、そういう感じの場所だったわけです。なので、大震災が起きてですね、豪華によってもうこの辺は全部焼かれました。で、焼かれた後、さてこの土地をどういうふうにして再生するか、復興するかといった時に、後藤新平というですね、お医者さん上がりの政治家が当時震災内閣の内務大臣になりました。で、この後藤を中心にですね、帝都復興計画という計画が立てられるんですけれども、その中の目玉の一つが区画整理です。区画整理というのは、その震災があったような土地をですね、それまでは非常に入り組んだ細かい土地の集合体だったわけですけれども、それを地主が集まってですね、それぞれ持っている土地の中の一部を、まあ言ってみれば公に提供するというような形で、その分土地を出し合った分をですね、道路を通すというような形で区画整理していったわけです。当時、区画整理の考え方自体はドイツで始まりまして、ドイツで区画整理の事業というのは行われていたんですけれども、その多くが郊外の
都市、比較的余裕があるところに町を作るというような形でですね、区画整理は行われていたんですけれども、当時240万人も住んでいる世界でも大都市だった東京で、区画整理をする、大都市での区画整理というのは世界で初めての試みでした。とてもこの区画整理に関してはですね、もう地主さんの所有権というのが今よりも絶対的な所有権というのが叫ばれていた時代でしたので、ものすごいこう苦労があったわけですね。まあ、大変な苦労をしながらそれぞれが少しずつ土地を出し合って、今はこのような五番の目のような形の銀座築地の街並みになったわけです。当時ですね、この昭和通りというのは後藤新平の復興策によってこう上のあたりから新橋に向かって作られるわけなんですけれども、後藤が最初に提案した案では道幅が108メーターでした。108メートルというとんでもない広さの道を通そう。そうすることによって都市のこの運送だけではなくてですね、災害が起きた時の火災を防ぐ防火帯にしたりだとか、いろんなこともあって大きい道を通そうということでやったんですけれども、後藤の案は大風呂敷を敷いているというふうに批判されまして、最終的には44メートルという道幅になりました。しかしこの44メートルの道幅がなければですね、今でもこの大変な交通量に東京は耐えきれなかっただろうと思います。100年の遺産というのが実はこういう道路にですね、静かに脈打っているという場所の一つです。ちょうど歌舞伎座からですね、晴海通りと昭和通りが交差しているところがあるんですが、まさにこの辺が今申し上げた土地区画整理、これがですね、この一帯で全面的に行われて、まあ、お互いに非常に苦労しながらですね、街並みを整備していった、その一例です。とにかく銀座っていうのは5番の目のようになっていて、何丁目何丁目何丁目って言うと、あの辺だなって分かるっていう、まあ、ものすごく近代的な街並みの印象があるんですが、 それもこれを機会に生まれたということになるんですね。はい、というので、一方でさっきレポートの中でも名前が出ていましたけれども、これをやったのは誰かということになります。で、これが後藤新平さん。そうです。皆さんお名前は知ってらっしゃるかな。そうですね、どうですかね。まあご存知の方はご存知でしょうしというような、まあでも日本の政治家の中ではですね、非常に私は個人的にこういうタイプの人は珍しいなっていう政治家の一人なんですけれども、もともと生まれはですね、岩手県の水沢、小沢じゃないですか。ピンポンなんです。小沢一郎さん、全く同じ。あそこの生まれなんですけど、まあ、小沢さんなんかの随分先輩ですが、1857年に生まれてるんですが、中ぐらいの武士の家になるんですけれども、東北というのはですね、明治維新の時に非常に大変な思いしました。そうでしたね。戊辰戦争でもって、まあ、官軍、勝てば官軍でですね、長州と、まあ、長州薩摩を中心にしてですね、官軍が攻め上がってきても大変な戦闘が繰り広げられて、まあ、敗北してしまうんですけども、東北は。で、後藤家もですね、実はその武士の価格から、石品洗うがごとし、こう農民になりましてですね、で大変な苦労をするんですけれども、まあ、彼は幼い頃から非常にこう才覚があるということで、明治新政府でやってきた行政官にですね、この子はなかなか見どころがあるということで引っ張り上げられまして、そしてその頃日本に入ってきてた西洋医学というのを学ぶんですね。で二十歳過ぎぐらいでですね、もうかなり西洋医学をそれなりに収めたということで、若くしてですね、彼は愛知県のですね、今の名古屋大学の医学部の病院がありますけれども、あそこの院長兼校長みたいなことをやって、でそこでその後、当時の今で言えば厚生労働省ですね、衛生局と言ってましたけども、ここに官僚として抜擢されて、そして今の健康保険の元をこしらえたりとか最初はやってたんですけれども、途中からですね、政治家に、小玉源太郎に抜擢されまして、そして日本が日清戦争に勝った後に、まあ、割譲された台湾に行きまして、そこの民政長官をやって、この台湾に行った時にですね、台北でもって彼は町づくりというのに目覚めるんですね。というのはもともとお医者さんですから、当時やはりコレラですとか赤痢ですとか、こういったですね、疫病というのがものすごい大変なこの
まあ、人類にとっての敵だったわけですね、うん、で、台北でどうやってこういうのを防ぐかということで、古い、台北というのは城に囲まれたようなですね、そういう土地だったんですが、その城壁をなくして、そしてそこを道に変えたり、上下水道をこう通すようなことをやったりとかですね、そういったところから、まあ、町づくりということに、うん、入っていきまして、そして満州ですとかいろんなところで経験をして、で実はこの震災が起きるですね、その年の春ぐらいまで東京市長をやってたんですね。でこの東京市長をやってた時に、当時の予算で8億円、当時の予算が、国家予算が大体13億から15億ぐらいだったので、かなりの予算規模を使って東京をですね、近代的な都市に変えようという、そういう、こう試案を作らせるんですね。でそれは後藤の大風呂敷だって言われてですね、うん、それは、まあ、取り入れられなかったんだけれども、結局それをやったことによって、後藤新平は帝都復興のシミュレーションをやってたような、そういうふうな巡り合わせなんですね。これは関東大震災の時には、後藤さんは本来は何をやってたんですか？この時はですね、実はちょっとその当時の政治状況っていうのはちょっとやや複雑なんですけれども、うん、要するに大正時代に入ってからですね、いわゆる大正デモクラシーでもって、護憲運動なんかも盛んになっていってですね、うん、政友会と、まあ、憲政会というですね、2つの、うん、まあ、政党が非常にこうお互いに対立し合いながらですね、うん、政治を動かしてたと。そういう状況でいろいろ政友会の、例えば平民最小の原隆とかですね、うん、こういう人たちが内閣作ったり、あるいは原は暗殺されたり、うん、そうするとまた不安定になったりっていうのは、こういうのが続いてた時期なんですけれども、うん、ちょうどこの1923年大正12年の9月1日震災が起きた日はですね、うん、その1週間前に、加藤友三郎という総理大臣が作っていた内閣がですね、加藤友三郎自身が病気で亡くなってですね、で、一旦これはもう空白状態になったんですね。首相がいない。いない。で、誰が首相代理してたかっていうと、内田耕斎というですね、うん、外務大臣をやってた人がナンバー2だからっていうので、うん、そしてまあ震災が起きました、空白ですけれども、この人が臨時首相代理になりました、うん、というところで9月1日っていうのが始まるわけです、うんうん、ところがこれはあくまでも臨時首相ですから、本当にこの、震災内閣としてこの震災に対してどう当たるかっていうようなことはですね、基本的にやっぱりあんまり決断できないような状態に置かれるわけです、うんうん、なのでちゃんとしたやっぱり震災内閣を早く作らなきゃいけないというので、山本権兵衛というですね、海軍の薩摩出身のこの海軍大将をやったような 人が、実はこの日の9月2日のですね、翌日の夕方に内閣を作る、うん、でこの時に後藤新平は内務大臣として、全ての行きがかりを投げ打って、もじゃあ内閣に入りますということで入っていくんですね、うん、なのでこの実は1日から2日の間の空白期間というのが非常に重要なポイントで、うん、この時期にですね、後藤の前に内務大臣やってた水野連太郎っていう人がいるんですけれども、はい、この人はですね、実は朝鮮のいわゆる独立運動の、まあ、一番象徴的な動きだった三一運動の時に現地にいてですね、うん、それを押さえつける側だったんですね。でこれと水野という人と、あと警視庁にいた赤池っていう人がいるんですが、うんうん、この二人がですね、そういった朝鮮植民地支配のですね、一つのこの官僚としてやってたと、うん、でこの人たちが戒厳令をもう出そうということで、うん、2日の日にスパッとこう戒厳令が布告されるんですね、うん、でこれがまあ言ってみれば治安を維持するための戒厳令だったんですけれども、うん、デマが飛んだりだとかですね、いろんなことがあって、もう皆さんよくご存知だと思いますけれども、朝鮮人の人が虐殺されたり、うん、一緒に虐殺された中には中国人もいたり日本人もいたりというような ね、 そう、日本人もいますよね。こういう事件が起きている、うん、一方でこの焼け野原になったですね、ここをどうやって復興させていくか、うん、まあ、その両方を後藤新平というのは、まあ、やりながら、うん、復興計画を立てていくという、こういう状態だったんですね、うん。後藤はそのこのまあ大混乱の1日から2日、はいはい、まあ、3、4ってか落ち着くまでの間でやったことっていうのはどんなことなんですか？まず最初にやったのがですね、根本策っていうのを4つ出すんですね。でこれちょっとスライドで見ていただくと非常に、まあ、なるほど、根本策ってこういうことかってことなんですが、うん、
確かに東京は壊滅的な被害を受けた、うん、横浜も大変なことになった、うん、こんだけれども都は移しませんよと、うん、で実は都を移した方がいいんじゃないかっていうのはですね、軍部の方からもあったりなんかしたんですよ。もっと地盤が良くて地震が来ないところに移そうだとかっていうことで、うん、じゃあ八王子にするかだとか、もっと播州の方にやるかだとかですね、うん、場合によっては朝鮮半島に移した方がいいんじゃないかとかですね、いろんな案があったんですけども、後藤はまず遷都はしませんよ、うん、それから復興にかかるお金は30億円、うん、でこれがですね、大体当時の一般会計予算、政府の一般会計予算の2倍ぐらいですね、うんうん、これを一挙に投じようじゃないか、まあ、もちろん何年かかけてこれは使うわけなんですけれども、うん、そして3つ目にですね、欧米最新の都市計画をこの際採用しようと、うん、つまりコンクリートも必要なところにはどんどん使って燃えないようにしようじゃないかと、うん、道路も広いのを通して防火帯にしようじゃないかと、うん、あるいは運河も必要であったら大きな運河をやはりこの物を運ぶ上でですね、うん、船での運搬というのは非常にコスト的に安いからやった方がいいんじゃないかとか、こういうふうなことをやっていく、うん、それからもう一つ、これ4番目なんですけれども、うん、都市計画を実施するためには地主に対して断固たる措置を取ると。断固たる、これがですね、先ほどちょっと申し上げた土地区画整理に関わってくるんですね、うん、はい、結局それまでのですね、東京の地主、明治以降ですね、うん、特に、東京の地主として入ってくる人たちは、例えば薩長勢力の人たちとかですね、新興の人たちが入ってきて、それまであった江戸時代の、まあ、武家の屋敷だとかね、うん、そういったところをどん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 こう自分たちの土地にしていくわけですよね、うん、でそれが一つの力になって事業を起こしたりするような人もいたんですけれども、この東京の地主というのは町がどんどん改造されて近代的になってきているにもかかわらず、公共の原則が求める犠牲を払わず不当な利益を得ていると。すごいね、言えて妙です。100年前にこれをねこれを言い切るっていうのはね、ちょっとすごいと思いませんか。要するに土地の所有っていうのは公のものなんだって、こういうことですよね、はい、その公の責任が伴うものなんだっていうことを言ってるわけですよね。そういうことです、うん、だからまさにパブリックだとか、うん、コモンだとか、うん、我々がこう横文字で時々こうね、なんかで口に出すようなことをですね、うん、彼はもう公共の原則だっていうような言い方でスパッと言っている、うん、でこれはやっぱり後藤がその台北をからを振り出しに満州だとか、うん、あるいは長春だとか、まあ、いろんなところのこの町づくりに関わってくる上で、うん、ヨーロッパの町づくりっていうのを、都市計画っていうのはやはりそれなりに彼は、うん、自分の、まあ、弟子筋の人たちに学ばして、そこからこう自分が吸収したりしてると。そうするとやっぱり私有権所有権の絶対性ってね、うん、もうこれは社会説法なのであれなんですけども、明治憲法もそうだし、ものすごく強かったですよね。そうですね、この時代は、うんうん、それに対してやっぱり公っていうものを彼の中には一つの大きな柱としてですね、うん、持っていたと。なんかだけどそれを聞くと、先ほどの話でね、うん、もう元々がお医者さんで、はい、まあ、いわば台湾の都市づくりをするときには、まあ、なんて公衆衛生ですよね、す根本は、ええ、で公衆衛生っていうのはやっぱりさ、うん、社会全体のことを考えて、うん、それぞれの権利の調整もしながら政策を進めていかないといけないわけで、なんか似たようなこのソフトな感じの公の、ね、なんていうかしら、公に奉仕するじゃないですけど、うん、公のため、公に対して負う責任っていうようなものを知ってる人だったってことですかね。だから後藤新平っていうのは、もともとその彼にパブリックの考え方があったかっていうと、うん、必ずしもそうではなかっただろうなと思うんですね、うん、ただ子供の頃からそのまあ大変な苦労をしたりだとか、うん、あるいは医者になりたての頃はですね、西南戦争で、西南戦争は九州であります、うん、九州でやった西南戦争から帰ってきた連中が神戸の港に上がるんですけれども、その時にコレラが流行ったりですね、うん、やっぱり日本国内でそれをどう抑えるかっていうようなことでものすごく苦労してるわけですね、うん、で西南戦争から始まって、その頃は自分が薬瓶持ってですね、うん、これらでのたうち回ってる人の中に入っていって、こう解放なんかしてるわけですよ、うん、でこうなってくると、いやこれらの前では敵も味方も関係ねえなと、うん、どっちも救わなきゃこれしょうがないなみたいなとこから始まって、日清戦争の後にやっぱり 軍隊が帰ってくる時の検疫をやったりとかですね、そういうことを通していって、やっぱり人間の集団が生き残っていく、うん、そのためには公でどっかで共有していって、うん、それをベースにしなければ人間の集団は生き延びられないっていうような、やはりこう思想が
どっかにあったのかもしれないですよね。だんだんそれが彼の中にはやっぱり染み付いていったのかなって感じ。でもこれ随分最初の頃に打ち出してるんですよね、バーンって。これはですね、実は9月2日にこう内閣が組まれますね、うん、当時はあの天皇が大命降下という形で新たな内閣が、うん、こうやって組まれるんだけど、その日の夜自分のその麻布のお家に帰ってきて、うん、彼のお家の後はね、今ね中国大使館になってる、あそこが後藤さんのお家なんですよ、もともとは。で、あそこの庭であのお孫さんの鶴見俊介さんもあの辺で遊んだみたいなことを言ってましたけど、うん、まあまあいいとして、うん、あそこに帰ってきた時に夜自分でこの4つを牧書するわけです、筆に。早いですね。早いですね。でこれでもう行くんだっていうことでやった、うん、ところがなかなかね、ここからはい分かりましたっていう中にはなかなかいかないというそうだね。もともと後藤さんはやり手でもあるけど、うん、敵もあり、もう前から大風呂敷と、そうそうそう、もうホラばっかり吹いてみたいなことも言われていた政治家でもある、うん、そうなんですよね、うん。でこれがだんだんこう落とし込まれていくのがこういうプロセスなんですけれども、うん、後藤新平は最初にですね、焼けた後焦土全部買い上げ案というのを出すわけです、うん、これつまり焼けたあの下町から築地だか銀座までね、全部の土地をもう国が一旦買い上げるんだと。それでもって、区画整理をして、それできちっとした状態でもう一回地主に、欲しいやつには貸すしなり売るなりしてね、うん、それで元に戻してやろうじゃないかと。30億って書いてますけれども、どうもこれどんどん増えていって40億ぐらいまで行くんです40億になるとね、当時13億から15億ぐらいが一般会計、まあ国家予算ですから、うん、この倍以上か3倍かとかって話になると、さすがにですねそうはいかないっていう話で、まずこれはポシャるんですけれども、うん、その後ですね、現実的な案ということで公案、乙案というのが出てくるんです。で公案がだいたい12億と書いてますが13億なんぼぐらいですね、うん、で右側の乙案が9億台ぐらいなんですけれども、これはもう都市計画全体の費用ってことですか。でこの辺から出てきて、でこれがですね、後藤新平がやったわけではなくて、彼の、官僚たちがですね、うん、ずっと彼が使ってきた官僚たち、特に内務省の中の復興局になっていくところの連中だとかが、うん、まあ、頭絞り合ってやっていくんですけれども、うん、で基本的にやっぱりこれ見ていただくと分かるように、その区画整理をしてですね、うん、5番の目のように通しながら、やっぱり東京の幹線道路になるところをしっかり太く通していこうじゃないかと。このど真ん中のちょっと白っぽいところが皇居。そうです。でその皇居の周りの環状の道があって、 ですね、そこからこう放射状にこう放射状に、うん、見えますでしょ。ちょうど皇居を中心にして、北の方に伸びたり、あるいは西の方に伸びたり、うん、あるいは南の方に伸びたりという、こういう形でですね、うん、まあ、ほぼこう放射状 で、うん、でなおかつ隅田川を中心にして、あの辺りは五番の目のような形で道路を通していこうというような形の案が出るんですね、うんうん。でこれがだいたい13億いくらぐらいの案だったんですけれども、うん、ともう一つですね、この中にさっきの地図で見ていただくと、公園がですね、うん、かなり随所にこう配置されるような形、左側の方が分かりやすいですね。緑色になっているところが緑地というか公園というか、はい、そういう場所として確保するところになっています。はい、なので皇居から見ると一番左側の外側のですね、広いところ、うん、これが明治神宮の内苑ですね。はい、でいわゆる明治神宮があって、皆さんこうお正月お参り行ったりとかするところがあそこにあって、うん、その右側にあるのが山線の内側のあのすぐ横にあるのが、これが神宮外苑ですね。あ、今問題になってる外苑ですね。はい、で神宮外苑は実はこの時点ではですね、1920年代の初めにこれ造営始まるんですけれども、うん、関東大震災の時にまさにこう作ってる最中だったんです、うん、でそこにドカンと来たもんですから、うん、工事してたのが一旦こう止まってしまってですね、うん、さあどうすると、物もなくなってきた、物資もないっていう話で、うん、そして日本全国からいわゆるお金がこう寄付されてきたりだとか、うん、あるいは自分は勤労奉仕のような形でそこで作業しますっていうのがしたりとか、うん、関東大震災がまあ一つの大きな壁にはなったんだけども、そこでもう一回国民があそこにこうなんていうのかな、集まってきてやろうじゃないかってい う、うん、そうか、クラウドファンディングとボランティアですね。いやそうですねまさに100年後で言えばクラウドファンディングで作ったところですよ、うん、そうなんだ
な、はい、でこういう計画がこう立てられましたと。でもこうやって見ると割と全体の中で緑色を計画しているところの面積もかなり多いですよね。多いですね、うん、でこれ公園をですね作るっていうことはその当時どっちかというと、うん、その建築土木の世界から言うとまあ、上下というと失礼かもしれないけどいや道路だとか橋だとか川とか比べるとですね、うん、もうちょっとこう階に置かれてたようなところなんだけれども、うん、そうした中でですねやっぱり後藤屋なんかはその帝都復興院というのをですね作りまして、はいはい、そこの組織に自分のその非常にこう息のかかったというか、うん、自分がこいつはできると思った連中どんどん集めてきた、うん、そういう中で公演が大事だということを非常にこう彼らも分かっていてですね、うん、後藤もよしよしそれはやろうじゃないかと、うん、例えば隅田公園作る錦糸公園作る浜町の公園作る、うん、あるいは山下公園もそうですね。あ、その頃なんですね。その頃なんです。だから関東大震災後の公園っていうのがやっぱりそれまでは日本は公園というのはどっちかというと神社仏閣のですね、うん、庭園みたいな感覚で受け止めてたんですけども、うん、いわゆるヨーロッパ的な人が市民が何かあれば集まれるようなところとしての公園のパークの概念がやっぱり定着していくと、うん、おー、そうか。この帝都復興院っていうのもなかなか、うん、はい、なものですね。なかなかなんですよね、うん、これ結局大正12年1923年の時点でですね、うん、もうやっぱりこの各省庁ごとにですね、うん、縦割りがかなりあったと、うん、で後藤としてはもう縦割りでちまちましたことやられて土木局はの中でもその道路は道路のことしかやらない河川は河川のことしないっていうのはもうまどろっこしくしょうがないっていうことで帝都復興院っていうのをこしらえて、うん、そこにですね、いろんな人間を集めてくる、うん、佐野力と書いて利方と言いますけれども佐野利方なんていうですね、うん、いわゆる構造建築の父と言われている人ですが、うん、この人なんかも、後藤に呼ばれてですね、後藤さん以外だったら俺はこのとこ来なかったっていうようなことを言ってるような人が入ってくる。で彼は自分が関東大震災前にですねこう設計していわゆる構造設計っていうのの走りの人ですが、うん、それを作った丸善だったかどっかのビルだったと思いますけれども、そのビルがですねなんと震災で雨のようにぐにゃぐにゃになっちゃった。これをなんとか自分は敵を取るっていうのでここ入ってきて、その後不燃のビルをどんどん作るようになるとかね、こういう人たちが集まってきた。なるほど。ところがですね、一方でこの帝都復興計画というものに対しての諮問機関っていうのがあったんですね。ほうほう。これは帝都復興審議会という、うん、ここにはどちらかというと政財界のこのご意見番というか、はっきり言ってやっぱりまあお年寄りの人たちで、まあ、うるさい人たちですね。こういう人たちがこう集まってなんか今の政治でも頭に浮かびそうですけど、まあ、誰かっていうのが大体出てきますよね。こういう人たちが集まってですね、その後藤がまあ勝手にやっとるが、あいつは若いやつら集めて勝手にやっとるが、これは本当にいいのかなみたいな感じ、うん、自分たちには一言の相談もなく帝都復興院などというものを作りやがってみたいな人たちが集まってるわけですよ。大変だ。大変、うん、で結局後藤新平はああやってこういろいろまあ吸ったもんだしながらですね、最終的に当時の大蔵大臣だった井上順之助っていうのがいました、はい、この人は昭和7年に暗殺される決め団事件で亡くなるんですけれども、うん、まあこの頃はもうまさに大蔵大臣として油が乗ってた頃なんですが、うん、彼が中心になって7億円の現実的な案をこしらえて、うん、これをもってじゃあこれで国会にか議会にか帝国議会にかけますから、その前に審議会でこれに対して諮問をして、了解を取ろうということで、うん、11月の24日の日にですね、うん、この復興審議会というのにかけるんです。ところがこの場でですねめちゃくちゃ後藤はですね反対意見というかほとんど潰されそうな意見を吐かれるんですね。それはどうしてなんですか。これはですね、一番その急先鋒っていうのがどういう人だったかっていうのをちょっとご紹介したいと思いますけれども、うん、例えばですね、うん、江木和之というですね当時の文部官僚ですね、うん、で貴族院の議員だった人なんかはですね、例えばこういうことを言ってるんです。東京横浜の運河や東京築港が緊急を要することでありましょうか。東京築港はこれまでも東京市では再三話し合われてきたが、財源がないからできず今日に至っていると、うん、それを計画案通りに盛り込んだのは政府の賄いでご馳走にありつこうとしているようなものご馳走してもらえるならたくさんいただきたいというのが気になる、そんなものはやる必要ないと
こういうこと言ってる。築港っていうのはこの港をね、港を築くっていうことなんですよね。そうそうそう、当時東京の港って実はあの しっかりした深さがなくてですね、うん、大潮になったらですね、その大潮で潮がこう押し寄せてくるのに合わせてですね、乗るか反るかの着岸するみたいなですねまあ、そういう大変なところなんですよ、うんうん、だから浚渫して富岳した上で、そして横浜からの荷物も東京の港に着くようにしっかりこう運河も整備してですね、うん、繋いでいこうっていうのがまあ後藤の案だったんだけれども、うん、まあ、こういうあの、ね、政府のまかないでご飯食べたいんだったらいっぱい食べたがるだろうというようなこういう反対とかですね、うん、でこれは何に載ってるかっていうと、これ第一次資料があるんです。復興審議会速記録っていうので私それ、うん、前見つけましてですね、うん、公文書館だったか後藤記念館だったかどっちかでこれ見つけたんですが、うん、これは27日なんですけど、うん、今申し上げた24日のですね、うん、審議会の時なんですね、うん、こういうことを言ってる。でこの24日の時もう一人ですね、猛烈に反対した人がいまして、これは伊藤美代治という人なんです。この人は有名な方ですね。そうです、明治憲法の時、明治憲法ね、うん、まさにこれは憲法法曹界の人はよくご存知だと思うんですけども、うん、向こうに学びに行ってですね、伊藤博文なんかと一緒の、まあ、で命を受けてやってきて、うん、金子健太郎なんかとねやった人なんですが、この人がですね大反発しました。でこの人がどういうことを言ってるかというと非常に面白いんですけども、こういうことを言ってる。この方はですね、ちなみに言っときますけれども、枢密顧問官というですね、はい、天皇に対してご助言をすると言われているグループの中の、まあ、一番のボスだったんですね、うん、でこのボスはですね、まずですねこう言い方するんです。大日本憲法第27条に日本市民はその所有権を侵されることなしと絶対的規定があります。土地収用は保障を十分にしなければならない。ところが復興院は土地収用すら無視し人民の所有権を奪い取ると、うん、まずこういうふうにドーンとこう大冗談に来る。そして、具体的にですね、日本橋通りあるいは銀座通りの角地は坪3500円もするところを100円で取り上げようと計画されたと聞く世間ではこれを気違いじゃないかと思っておった。自分も多少領区内に土地を所有しておるから自分の利益の関係からそう言ってるように誤解されてはならんと思うと、自分のものなど見てかれこれ申すのではない。銀行の担保価値を持ってしかなりと思ったならば、よほど復興院のお役人は右縁千番、銀行は1000円のものを1000円では担保にしない、半額以下に取る、日本橋銀座を一坪200円平均でお取り上げになるということはまるで略奪と、こういう反論をぶってるんです。でこういうことでですね、だんだん計画がしぼんでいく。でこの伊藤美代治、これ実際自分も持ってたんですよ、銀座に。銀座にすごいね。そう、銀座にですねかなり広大な土地を持ってまして、ほうほう、しかもそれを借家を建ててですね貸してたんですね、うんうん、で年間当時のお金で万単位の借地料が入ってきた。へえ、すごいね。すごいですよこれは、うん、でただね本人はね、自分もその両方に持ってるからかれこれ申すものではないかというふうに一応言ってますけれどもまあこういう議論が沸騰しましてですね、うん、結局、帝都復興院は潰されます。そして、後藤のこの計画もですね最終的に、帝国議会にかけられて7億だったのが4億円台まで削られる。で後藤はその時にですね、もう本当に周りはですね泣いて後藤に言うわけです。後藤先生と、後藤さんもうとにかくここまで追い込まれたらね、うん、もう山本権兵衛総理と一緒にね、解散総選挙、うん、我々がやろうとすることを民意に問うてくださいと、うん、そして民の支えをもらって、ね、もう一回ちゃんと次の国会で、補正予算なり何なり組んで、うん、きちっとこれやろうじゃないか、うん、ぜひ解散総選挙打っててくださいと、こういうわけですよ、うん。でそこで後藤どう言ったかというとですね、いやもうこれ以上被災者を待たせるわけにいかんと、うん、上野の方に行ってみなさいと、あそこにはもう本当にバラックで人がもう、うん、もう彼らをこれ以上もう待たすわけにいかないから、ここは甘んじてもう受け入れると、うん、もう4億台になっても俺はこれ受ける。しかし来年議会がもう一回再開されたら俺には考えがあると。どういうことをするかというと、実は次の議会に普通選挙法とこの補正予算、うん、これを出して提案して、うん、そしてこれに対して
声優界の方はですね、反対してるから、うん、おそらくそこでガチンコになるだろうと。そしたらそこで解散総選挙だというふうな、俺には覚悟があるというふうにやったわけですよ。それでこれ認めた、飲んだ、うんうん、ところがですね、その飲んだすぐ数日後の、23年12月27日ですけれども、うん、あの虎ノ門事件というのが起きます。虎ノ門事件、皆さんご存知でしょうか。これはですね、当時摂政の宮とまだ言っておられましたけど ね、昭和天皇ですよね。そうです、うん、を暗殺する計画があった、あったんです。で、これはまあ無政府主義者の人が、うん、これはまあ起こすわけなんですけれども、うん、要するに虎ノ門のあだったりに、国会に行く用事があって、天皇が車に乗って通りかかったところを、ステッキ式のね、銃でこう撃つ。しかしまあそれは弾は当たらなくて、車をちょっと傷つけたか傷つけなかったぐらいだったんだけれども、うん、まあとんでもないこの、まあ、テロだということで、山本権兵衛内閣は総辞職と、責任を取っていうことで、結局後藤新平の俺には覚悟があるというですね、年が明けて新しい議会開かれたら、普通選挙法、もう完全な普通選挙法ですね、これとこの補正予算をがっちり出すんだっていうのが、まあ、ここで一旦消し飛ばれるというのがこの状況だったんですね。うん、でどうなったんですか、その大風呂敷は。大風呂敷がですね、ここで一回切り刻まれるんですけれども、ところがですね、実はこのあとですね、それが復活していくんです、どん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 。というのが、次の年になって今度は清浦慶吾っていうのが一回選挙管理内閣やるんですが、その後ですね、政権交代しまして、県政会の加藤孝明っていうのが総理大臣になります、うん、そうすると彼が組んだ内閣でもってですね、先ほどの大蔵大臣だった井上順之助が、補正のような形でもう一回予算を組み直してですね、最終的にだいたい13億から14億ぐらいのですね、予算規模になって、それを言ってみれば自治体である東京市、横浜市、こういったところと国がそれぞれにまあまあお互いに分担し合ってですね、それだけの規模の予算の事業を遂行していくと。なので、銀座の土地区画整理事業なども東京市とですね、国が一体になってこうやっていったと。なるほど。で、まあ、その後の日本のその産業にとって大事だったのは、ここに書いてある京浜運河と、そうなんです、東京港ができたという、はい、こういうことなんですね。そうなんですね、うん、で京浜運河はもうすぐ翌年ぐらいにこれは何とかしなきゃいけないということで、国がやり始めるのかな、うん、そして東京の港の方もですね、これも 1,2 年後にもこれはものすごい物資が滞るわけですよ、うん、で関東大震災の時何が困ったかっていうと、とにかく横浜まで例えば海外から大きなものが来る、木材が入ってくるだとか何とか来るんだけども、うん、そっから東京まで運ぶのが大変だったということでですね、うん、もうこれは東京府東京市も早くこの港をやらなきゃいけないということでやり始める、うん、ところが港っていうのはものすごく大変で、うん、実際に整備するにはですね、これ戦後までかかるんですね、うん、漁業権の問題ですとか、うん、そういったことがあって、最終的には確か私の記憶が間違ってなければあれですけども、東京オリンピックのですね前後ぐらいにやっとこれ港の問題は型がつくと。で結局そこが運河ができることによって京浜工業地帯ができていくわけです。そうでしたね。あれは掘り上げた運河を作るために掘った土砂でもって埋め立てるという形で工業地帯ができていくということで、うん、まあ、産業振興の上でもですね、この京浜運河と東京の港を作る築港っていうのは非常に重要なポイントだったかなという感じがしますね。まあ、後藤新平さんという人の大風呂敷って多分前から構想してたんでしょうね。うん、そうだと思います。できるならこういうふうにしてみ、したいもんだっていう。そう。でその一つがさっきちょっと申し上げた東京市長時代のですね、うん、8億円計画っていうやつだったわけですよ、うん、で彼はやっぱり近代都市としてその命を救えると同時にやっぱりこう命の糧である経済を回していくためにはこれは必要だったろうぐらいのことまでは考えてたと思うんですね、うん、それとやっぱりね、もう一つ後藤新平っていうのがこういう計画立てられた背景にビーアドというですね、うん、ニューヨークでやっぱり市政調査会というのを作った人がいまして、うんうん、この人のアドバイスっていうのをかなり受けてたんです。へー。東京市長のところにそのビーアドとの関係性ができてですね、うん、お互いにもうこう簡単アイテラスみたいな感じになっていって、うん、後藤新平は語学ができたわけじゃないんだけれども、うん、なぜか意気投合したというですね。で関東大震災の後にもすぐ電報を打ってですね、うん、それで来てもらってるんですね、うん、
で来てもらって助言与えてもらったりなんかしてる。なのでそういうところでも生の情報っていうのを掴んでたのかなと。そうですね、まあ、だから他の人が右往左往している時にもうなんか将来を見据えたこう太い幹のようなものがあったっていうところがやっぱりすごかったなと思いますね。それで、ね、結局まあ広げたお風呂敷は、うん、まあ、京浜運河とかそれから港とかは別として、じゃあさっきの地図で言うと銀座の5番の目のような道路ができました、はい、うん、それから一定公園整備なんかもしました、はい、道路整備も進めましたっていう形でここまで来たんですが、うん、まあどうなってるんでしょうということですよね。それから100年そう、それから100年どうなってでしょうか、まあ、どうなんですかね。それまでの間にもう一回日本は大試練があって、そうでした、東京大空襲の焼け野原、もう戦後の復興も、まあ、関東大震災の後の焼け野原と同じですよ。そうですね、そういう形の状態になって、そこからでもそこから復興するときは後藤新平はいなかったですね。そうですね、もう野放図に。そうですね、うん、何なんだろう、あの戦後復興、確かにこう関東大震災後の復興の後をこう通過のような言い方する時もあるんだけれども、うん、結局はなんていうんですかね、やっぱりこう経済 最優先というかですね、うん、とにかく少しでもその土地を、うん、利益を生むものに変えていきたいっていう、うん、これがもうずっと特に第二次大戦以降ですね、うん、ずっとこう続いていて、うん、でそれがさらにさらに続いてきて、まず一つの大きなポイントが東京オリンピックだったと思うんですよ。1964年ですね、うん、でオリンピックがいわば東京の中のこのインフラっていうものをもう一回こうガラリと変えようと、うん、で海外から人が来るんだから、あより大量のものをより早く運べるようにっていう考え方で、例えば新幹線ができたりだとかですね、うん、いろんなことができて、それはそれでいいんだけど、例えば首都高速なんてのがですね、うん、できるんだけれども、あれ近代都市からするとああいう景観ってのはほとんど嘘だろうみたいなものができますよね。そうでしたね、日本橋のところを。そうです、うん、また直そうとしてます。そう、今やろうとしてますね。あれなんか本当一体何をやってたんだろうっていう感じがします。例えばで、まずはオリンピックがあって、その後70年代80年代のあのバブルがあります。でバブルの頃にやはりこれがもう一斉にですね、スクラップ&ビルドが始まりましたね、うん、古い、戦後作ったものは全部壊して新しいビルにしてしまいっていうのは、これはまず一つの大きな山が来ました、うん、そして1993年4年ぐらいからバブルが崩壊してですね、これ大変なことになって、うん、今までのようにスクラップ&ビルドで高いビル建ててなんとかその容積率で稼いでお金を生もうっていうのはもう限界だぞって一回来たんだけれども、うん、なおかつですね、2000年頃に、都市再生ということでですね、うん、小泉政権になったぐらい。そうでした。この件からものすごい勢いで容積率が大緩和されるんです、うん、でその後から超高層タワーがですね、まさにあの隅田川の周辺ですとか、うん、あるいは湾岸エリアであったりだとか、あるいは内陸部もどん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 立ち始める、うん、それがこの20年ぐらいが続いているような気がします、うん、そうなんですよね。ということで、そのあたりも見てきていただきましたので、皆さんと一緒に見たいと思います、はい、これはどこですか。はい、これ実はですね、私東京タワーに登りまして、ほうほう、東京タワーから、まあ、東京の街が今どういうふうに見えるのかなと思っても、うん、改めてですね、カメラマンの方と一緒に行きまして、それで撮ってもらったんですけれども、すごいですね、ニョキニョキ。これね、増美さん、こんなにと超高層があったかっていうぐらい気がついたらこんなですよ。そうか。でこれは港の方ですけれども、まあ橋はあるんですが、その手前にですね、川っぺりの方もこう立ってると、うん、どん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 立っていて、そしてですね、もうこれ向こう見えないぐらい立ってるんですよ。そうですね、うん、でこれね、思うんですけども、これもし今ね、うん、関東大震災並みの揺れが来たら、うん、あの立ってる超高層ビルのですね、うん、まずエレベーター全部止まりますよね。まあ当然でしょうね。でこれ閉じ込めってどのぐらい起きるんだろうとかっていうのをふっとこの時ですね、私は考えてゾゾッとしたんです。自分が乗ってたらどうしようと思いますね。私乗ってちょうどこれ東京タワーの上に上がったもんですから今乗ってきたエレベーター止まったら俺どうすればいいんだろうっていう。ああ、こうなってます。まずそういうのがありますよね。美しいかって言われるとどうですかね、皆さん、この景観っていうのは。今あのものすごいこれですね。
東京タワーのすぐそばに東京タワーとほぼ同じ高さの麻布台のビルを中心にした新しい街ができてきています。この麻布台ヒルズなんかすごく人気があるそうなんですけれども、そうなんですね、見た感じはねもう目の前ですよ、こう目の前、それで一つのビルでもうほぼその辺の村なんかも蹴飛ばされるぐらいの人数の人が出入りし入ってますね、もちろん住むのもあるし、ビジネスもあるし、インターナショナルスクールも入るしっていう、まあ、完結した都市みたいな縦長のビルですね。ですね、うん、でこれが あのメインのビルとあとレジデンス A レジデンス B というですね、うん、住宅中心のビルと、まあ、3つ建つらしいんですけれども、うん、で大体ですね一度に1400戸ということで入る人数がですね、うん、3400人とか500人とか、まあもうこれ町ですよ ね、 そうですよね、こういう人たちが住むと。それ以外にさっきもあったようにオフィスがある、うん、それから店舗もあるということで、うん、この周辺一帯にはどのぐらいの人が集中するんだろうかっていう感じなんですよね。まあここもと何があったかっていうと、うん、いくらの交換がありましたね、ええ、あの外務省のね、はいはい、割と低層の、はいはいはい、品のいい建物、ね、そうでしたね。で向かいがロシア 大使館があって、うん、で割と低層のところがあって、あとちょっと敷地の地そんなに広くはないようなお家なんかもたくさんあったようなね、うん、そうなんですよね。そういうところでした。でこれを再開発で都市の進歩と呼んでよいのかっていう感じですよね、うん、そうですね、うん、これがまさにこうグーグルアースの上から見たところですけど、まあ、このぐらいの距離ですからね、ものすごい目と鼻の先みたいなところなんです。なのでこれはやっぱりもうとにかく高層化超高層化していくことが、うん、この都市にとっては必然だみたいなね、うん、感覚できてるけれども、いやいやそうでしょうかと、うん、実際にそのここにもう一回100年前のあの震災のようなことが起きた時に、うん、私たちはどれだけ耐えられるのか、うん、まあ、先ほどちょっとエレベーターのことを言いましたけども、もう生活自体をですねこの超高層の場合は倒れる確率はゼロだということで作ってるらしいんですけれども、うん、その代わりに東京都はすでにもうアナウンスしてますけれども、震災が起きたら高層マンションにいる人たちは皆さん自分のマンションに、そのままいてくださいと。そうでしたね。自宅避難在宅避難というところで避難所には行かないでください、その方が安全ですっていうふうに言われてます。避難所に行ったら避難所がパンキしますっていうことなんですよね。これは6000人来たら大変です。これ大変な状態になりますので、あそこで籠城しなきゃいけない、うん、それが1週間なのか2週間なのかわからない、しかも電気ライフラインが止まる、うん、エレベーター動かない、30階40階50階のうちにどうやって、それでこの暑さですよ、逃げ場がないですよね。そうですね、うん、まずはそういうところが一つある、うん、で、2019年でしたけどもね、これは武蔵小杉の、うん、やはり川べりの玉川べりの超高層マンションが台風19号が来てですね、はい、で下水を水が逆流してですね、それでマンションの地下に入って 、ね、うん、地下の電気設備やられて、うん、それでもってそのマンション全体 の電気止まってですね、うん、エレベーターも止まって皆さんもう難民状態になって、うん、一月近く復旧するのにかかったというケースがありました、うん、あれは1棟だけでああいうことでしたけれども、うん、震災で災害が起きるとああいう状態が何と起きるかっていう話なんです、うん、まあ、そういうことを考えて、うん、私思うんですけどね、まあ、都市計画っていうのがもともとあるわけじゃないですか、うん、はい、都市計画法みたいなのもあって、うん、それっていうのはやっぱり都市が安全で安心して暮らせるところになるように、うん、いろんなインフラの調整とか建物の調整とか、まあ、それこそ緑地の配置とか、うん、そういうことを総合的に公が考えましょうっていうのが本来都市計画だと思うんですよね。だから先ほどのその浸水の話もありましたけれども、今郊外のタワーマンションがいっぱい建ってるところって、うん、もう交通インフラがむちゃくちゃで、はい、朝皆さん一斉に出勤しようとすると駅にも入れないっていうような事態が、まあ、いろいろ直してちょっとは改善されたようですが、うんうん、あちこちで見られた。そうですね、で本来都市計画があったらありえない事態だと思うんですけど、うん、そうですね、これはどうしてなんですか。いや、やっぱりもうこうとにかく
少しでも高くして、うん、で容積率を上げるということは開発している側からとってはですね、もう濡れ手に合わないわけですよ、うん、要するにこう今まで10階しか建てられないっていうことでやってたんだけども、これ15階20階建てられるとなったら、うん、この増した分はですねそっくりもう何もしなくてもこう懐に入ってくるという、これ極論すれば、うん、でこれは美味しくて仕方ない、美味しくだからね、一種のね超高層依存症だと思います、うん、薬物依存とか、そう、そういう方たちにとってはね、そうです、超高層依存症、うん、それでもう本当にもうギャンブル依存症じゃないですけどもね、うん、そういう風なのがこの街の中に蔓延してるんじゃないかな、うん、でそのまあ極めつけというのがですね、やっぱり僕は外苑の再開発だと思うんです。そうですね、明治神宮外苑のイチョウ並木にやってまいりました。この明治神宮外苑はですね、日本の公園建設の父とも言われている織下義信という人が設計そして建設の指導をしたというですね、そういう場所です。織下という人は関東大震災後に隅田公園、錦糸公園、浜町公園というですね、三大公園と言われている公園などの建設にも携わっています。そして横浜の山下公園ですね、こういったところにも携わっているんですけれども、まあ、それまで日本にはですね、公園というような考え方があまりなかった。どういうものをやっていたかと、庭園というのは確かにありました。例えば神社仏閣のですね、庭をそのまま、まあ、一般にも開放して庭園というような形で、政府はですね、公開することはあったんですけれども、公の形でこういった場所に誰でも入れるようなところにですね、公園とパークという考え方で、作るということはなかったんですね。それを関東大震災後にこの織下義信というのはかなり大々的に展開しました。そしてこの神宮外苑に関しましては、明治天皇が亡くなった後にですね、明治天皇の業績を称えて公園を外苑を作ろうじゃないかということで、内苑と外苑2つの形でこれを作ってくるわけなんですけれども、ここを作るためにですね、明治神宮奉賛会というですね、そういうふうな組織を作って、一般の人たちがお金を出し、あるいは関東大震災後に労働力がないということになれば自分たちで労働報酬もしてというような形で作り上げた公園です。近年この外苑に関しては再開発でですね、大きな問題が起きています。これまでもデモクラシータイムズでは何度もこの外苑の再開発問題についてもやってまいりましたけれども、実際にここに足を運んでみるとですね、本当に町の中のオアシスとして、今ちょうどお昼少し過ぎた時間なんですけれども、多くの人たちがくつろいでいます。こういう場所はやはり100年200年とこの東京の町の中に伝えていかなければ、受け継いでいかなければいけないのではないかなという思いを必死と感じています。まあ、先ほどからの話にありますように、うん、この外苑っていうのは、まあ、なんていうか100年前 の、 その震災後にもこの大切 な、 なんていうか緑地として、うん、形成されてきたものだったはずなんですけど、もう全然ダメになってましたね。これも見てきていただきました。これも行ってきたんです、うん、これちょうど、青山通りの方から絵画館の方を見てますけれども、うん、この左右に、並んでるのがイチョウ並木。これ見てくださいよ、増美さん。とうとうここに来ました、はい、白いあれで囲ってきてる、囲られている、うん、でもっとね、強烈に囲ってるところがそろそろ出てくるんですけども、この辺かな、この辺、うん、こうこれはね、全部ね、こういうことなんです。樹木移植の準備作業のためこれは囲ってますと、この中の樹木は、移植しますと、うん、移植するの、移す、移植できるのというふうに言ってますね。本当に切っちゃうんじゃないかなと思いますけど、いずれにしても、まあ移せばいいんですよ、うん、せばいいですね、1年後に枯れれば切ってしまう、うんうん、そうか、どうなの、どうなんですかね、さっきの後藤新平さんのね、うん、最初に発表した4原則じゃないですけど、うん、最後の部分ってやっぱりすごく大事だと思うんですよね、うんうん、都市の環境ってその所有者が好きにしてできるものではなくて、はい、こうお互いにこう、うん、公を感じながらやっていくことによって、うん、豊かなものが形成されるわけでしょ。でここは三井不動産が中心ですね、中心となって、はい、まあ、日本で言ったらもうトップランナーみたいなディベロッパーさんですよね、うんうんうん、
こが中心になって建てている計画が、うん、結局いかに効率的に高い門を建てるかっていうところがまずあって、 そこと、まあ、なんか世間の批判をどうかわしていくかっていう、ね、そういうために見せるような緑地の保全の話をしてるって、そういう感じになってて、ね、これで良いのかですね。やっぱりこの神宮再、外苑再開発も結局は東京オリンピック2020東京オリンピックに合わせて、うん、一種のこのイベントをテコにしたですね、再開発、うんうん、これは最初の東京オリンピック1964年にやったオリンピックの再開発というのはある意味ではそれまで、まあ、ある種貧しかったインフラもそこで変えていくっていう、うん、まあ大きな意味での大義名分はあったと思うんですよ、うん、ところが2020の後のこのイベント便乗主義のこの再開発っていうのは果たして大義があるのかってことなんですよね。そうなんですね。どうなのかな、あの緑の豊かなところに暮らしてらっしゃる方は、うん、こうあまりお感じにならないかもしれないけど、うん、都会って今とにかくボリュームのある緑っていうのがどんどんなくなってるんですよね、うん、このひょろひょろってと立ってる、うん、申し訳程度になんかあの緑をした方が何かお安くなったり、税金上なんかあったりするんだと思うんですが、そういうのはあるけど、こういう一度切ってしまったら100年後までは絶対に戻らないぞっていうような大きさの緑を切ってしまって平気、あるいはそれをその無秩序に移植してしまって平気って、うんうん、やっぱりおかしいと思う。思いますね、うん、だからまあ復興計画といいますか、後藤新平たちがやったあの都市計画復興計画の中にあったもので、今ないものって多分3つあると思うんですね、うん、1つは増美さん今おっしゃったような公、うん、公共性ってのは一体何なんだっていう、これはものすごく大事なポイント1つある。それからあの土地区画整理の時にですね、うん、彼らはもう地主同士でですね、ものすごくこう理解を得るために、うん、土地区画整理委員会っていうのをそれかなりきめ細かく作って、そこにいろんなその地権者が集まってもらって、うん、それでいろんな、まあ、会話対応しながらですね、うん、かなりの合意形成の手続きを踏んであれやってるんですよ、うん、なので合意形成をどうやって取っていくのかって、これも大事なポイントだと思うんだけども、うん、100年後これどうなってるのかっていうこと、うん、もう一つがですね、やっぱりこの都市には都市なりのそれなりの品格みたいなのが、うん、まあ品格っていうことはあんまり好きじゃないから言わないけどもまあ尊厳みたいなものがあるはずだと思うのね、うん、ところがそれをさ、こうきちっとやっぱり守ろうっていうのがどこまであるのかなと、うん、もうお金に変えられるもんだったら何でも変えてしまえばいいっていう発想っていうのは結局は貧しくなるんじゃないのかなって感じするんですけど ね、うん、結局例えばね、あの皇居、うん、さっきもちょっとありましたけど、皇居の周りって少なくとも40年ぐらい前まではこれはまあ天皇家に対するなんていうかしら遠慮があったのかもしれませんが、あの外の大通りの外側にはぎっしりこうビジネスビルが建ってましたけども、はいはいはい、まあ皇居を見よう、見こう、なんていうかしら、皇居を覗けるような高さのものは建てないような、うんうん、なんていうかしら、不分立みたいなものがありました。ありましたね。それをまあある大きい財閥系のところが最初にぶち破ったんですけど、もうあの全然今、うん、何の規制もないです。だから皇居だけを残して林立している状態になってます、うん、それから新宿御苑も、うん、もうこれ40年前は空がものすごく広かったです、うん、だから大きな木の向こう側には空だけだった。今もう周りに新宿御苑の緑を我が物にしようと思うビルが林立していて、うん、新宿御苑の空が小さくなっているように思いますよね。そうですね、うん、だからなんていうのかな、新宿御苑っていうものすごくこう大きなボリュームのある緑のその庭園っていうのを、まあある意味じゃ我が物に してでしょ、でようなね、うん、そんなようなこうね考え方っていうのは感じられますよね。そうなんですよね。なんか貧しいなと思うんですけど、そうあのさっきのところにバンって私有地につき立ち入り禁止って書いてありました。はいはいはい、あの感覚ですよ ね土地私有の絶対、うん、そうすると持ってない方としてはいからにドアを叩いても聞いてもらえない、うん、どうしたらいいんですか。やっぱりこれは一回
あ、まあでもね、これね、国がっていう話になるとまた違う話になっていくと思うんです、うんうん、結局国がじゃあこう土地をね、うん、中国みたいに所有しちゃうかって話になると、うん、これまたとんでもない話になる、うん、やっぱり共有、公有、共有っていうのかな、まずは共にその持ち合うみたいなね、うん、そういうこう考え方っていうのをもうちょっと仕組みの中にも入っていっていいんじゃないかなという感じがするんですよね、うん、そうね、あとまあ都市計画法もちゃんと運用すればもうちょっと秩序のある開発になると思うんですけど、抜け道抜け道を上手に使って進んでますね、うん、そうですね、うん、だからまあ土地神話が崩壊したとかって言われても久しいですけれども、うんうん、でもどっかにやっぱりこの都市開発不動産建設業界っていうのはどっかにやっぱりまだね、こう土地に寄りかかってるところがあるんですよね。で少しでも土地の価格が上がるように上がるようにやっていくためには、そこに、投資して高い建物を建てて人を集めて、そうすればそこに賑わうからっていう、でもそれってもう一回破綻してるんですよね、うん、地下に寄りかかった神話みたいなものは。そうですよね、なのでなんだろう、やっぱり何が本当に豊かなのかっていうのをもう一回この震災100年後我々は考えさの直さなきゃいけないのかなって感じがしますね、はい、ということで考えなきゃいけないことはいっぱいあることが分かりました。でもまあ公共の問題っていうのはね、うん、非常に大事なポイントだと思うので、うん、いろんな形で、まあ、この崖っぷちでも開発、これ都市開発だけじゃなくていろんな開発があります、うん、この間見たのでは夢島のね、うん、万博 IR の問題、これもまだどん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 引きずってると思いますし、あるいはそれ以外にもね、地方地方にはいろんなね、うん、地域の問題、開発の問題ってのがあるので、できるだけこの崖っぷちでもやっていきたいなと思います、はい、ということで今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。